こんにちは、シンデエリーメンバーの鈴です。杉浦くん、おはようございます。おはようございます。シンデエリーニューインターン生の杉浦くんの一日に密着していきたいと思っております。ちなみにどういう感じの人生を送られてきたんですか？はい、僕は最初証券会社にいて、その後行った会社がキーエンスという会社で、そこで勉強して、その後に三井住友海上という損保会社に行きました。50歳で独立しまして、今は代表世話人株式会社っていうところとシュンダイアリーさんのインターンを兼務しております。ありがとうございます。はい、ちなみに今日どういう人に会うんですか？経団連さんに行ったり、 NTT さんに行ったり、三菱地所さんとオンラインしたり。毎日そういういろんな会社の人に会うっていうのが仕事なんですか？毎日いろんな人に会います。シュンダイアリーの紹介をして、シュンダイアリーのステッカーを渡すという仕事を。そうです、それが私のミッションです。杉浦君、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか情報発信をする会社で、就職活動について、大手さんの人材会社さんは企業側に立つじゃないですか。はい、当たり前なんですけど、採用側に立つじゃないですか。はい、こちらの会社は学生側に立ってるって感じですね。学生は響きます。間違いなく、シュンダイアリーさんですか？電車の中でパソコン開くんですけど。そうですか。もともとはサイバーエージェントでやってまして、ひたすら新規事業を作ってきまして、2011年ですね、震災を機に孫さんが再エネ事業をやるという時で、そっちにジョインしたのは11年ですね。投稿されてた本番に自己ベストを出して、今日息子が受験の。おお、もっと1日あたりのアポイントが多かったんで、君のさんに行った時は1日15件ぐらいのアポイントが入ってたので、携帯電話がなかった頃に、その15件のアポイントを継続的にやらないといけないっていうルールではなかったですけど、お客さんの会社工場が多いので工場早いんですよ。ですけど、それ逆手にとって、お客さんのところの社長の家、ご自宅とかに行って朝ごはん一緒に食べる。それも時間管理術。すいません。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。次は今どこに向かってるんですか？今はウブンっていう会社に行きます。今日はよろしくお願いします。6年前に独立しまして、その時に杉浦さんとお会いして、まっすぐ生きられてる方っているんだなって最初に感じて、生きれるんだったらまっすぐピュアに行きたいよねって最初感じたのがすごく印象的で、そこから直感を信じて杉浦さんをロンドンに抱っこさせていただいて森岡さんも共通のね、知り合いの人で面白いおじさんがいまして、その人にいろんなことを教えてもらいました。去年亡くなった元首相さんがいらっしゃるじゃないですか。あの人がいろいろ勉強してた人、亡くなってなかったら3日後は晩ご飯行くぐらいの人ですね。今からの人は三菱地所の方で、新規事業をやってこられてる人で、プロジェクトの責任者ですね。若い方ですけど、私が今着てるこのダイアリーっていうパーカーがあるんですけど、社長が25歳っていう若い方なんですけど、そこの一応私、インターン生っていう立て付けでございまして、いつも杉浦さんの人脈に当たりっぱなしなんですけども、驚かされつつですね、非常に勉強させていただいているような、ところがございます。今後も杉浦さんのお力をですね、お借りしながら、少しずつ恩返しもできるようにですね、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければ皆さんで、わざわざお越しいただきました。ありがとうございました。あ、やっぱそうですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、新規の事業もやられるし、グループ会社の立て直しもやってこられたっていう方で、特命部長さんです。新規事業も今、本当杉浦さんにいろいろとご紹介していただいて、ドローンとかして、テレビを沸かしたり、いろんな本当にチャレンジさせてもらって。で、NTT 東日本の新規事業の部長さんと、僕がもうめっちゃ仲良しで。火曜の日に過ごして、勉強を挟んで、月曜日の方にここにテレビ朝日さんに殺してもらって、社長にも渡しておいていただいて、2枚渡していただいて、2枚渡させていただいて、よろしくお願いします。仕事してますよ。よろしくお願いします。もうどれぐらいの仲なの？2年。もう2年もスーパーインターンを2年してるってことですよね。いや、スーパーになったのは3ヶ月前です。でも社員にはなれない。
あ、インターン。インターン。インターン。いいですか。インターン。いただいちゃっていいですか。あ、有名な。いただきます。YouTuber。 なるほど。うちもそうなんですけど、もう何も言ってないのに、これ森本さんの会社に合うんじゃないかなと思ってって言って、いろんな方をつないでくださって、こんなにしていただいて申し訳ないっていうか、人生なやつ1万歩いきそうですね。1万歩は軽く超えてきました。株式会社バイミルの下村と申します。ずっと言ってるんですけど、僕にとっては血のつながってない親戚のおじさんと呼ばれてるんです。いいことと不安なことがありました。いいことで言うと、これ厳しいなと思いながら、どうやってこう、その断り方も含めてですね、ちょっと今そこは悩んでますね。まあ、商品会社に行って名刺なくなるまで帰ってくるんだみたいな、めっちゃ厳しい。あまりにも辛くて、10日で会社に戻ってやめようかなと思ったら TS、 すごいなっていうか TS、 年齢的にはきついですよ。だって本当20代前半でも耐えられないぐらいのスケジュール感ですよね。1日8アポとか対面であんま聞いたことないですもん。15件回ってるがあるから8件は楽しい。一旦量で突き抜けるって大事だと思いますよ。やり方にもよりますけど大事だと思います。質を追いかけて量は少なくっていうのは無理だと思う。量をやるから質が上がるんだよ。同じことをやってから質は上がらないし、だからそこの考え方をどうするかなって。社長から見た、はい、インターン生杉浦君の働きぶりはどうですか。頑張ってると思います。まずは頑張ってるとは思ってます。ありがとう。本当前提めっちゃ感謝してます。一頑張りあたりの効果的には杉浦、はい、さんのその決裁者へのリーチっていうところ認知度向上みたいなところはかなりのプラスの効果を生んでるっていうところ結果でも、ただ僕らとしてはその過程もすごい大事だと思ってて、前提の価値観とか僕らが大事にする思いやりとかスピード感とか成長みたいなところは会社としてマッチする正社員に値するなと思ってるんですが、まだまだ伸びしろと言いますか、コミット力がないのところは今度伸びしろだなと思っています。本日杉浦君の、 インターン密着取材をさせていただいてるんですけど、打ち上げということで今日はブレイコということで楽しく、はい、ということで乾杯。あ、大丈夫。寒いですね。寒い。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。また明日もよろしく。また明日もよろしくお願いします。知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機が参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。